母の日の昨日、乳がん検診の大切さを呼びかける活動が福岡市で行われました。乳がん検診といえば痛いというイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、今痛くない乳がん検診も登場しています。乳がん検診を受けましょうのキャンペーンやってるんですけど、どうぞ。昨日、福岡市天神では乳がんを経験した女性で作る団体あけぼの福岡のメンバーが、お母さん乳がんで死なないでをスローガンに、定期的な検診の大切さを呼びかけました。その中の一人、あけぼの福岡の深野由里子会長は、50歳の時に左胸にがんが見つかり、ステージ1の乳がんと宣告されました。やっぱり乳房を意識する生活をやってほしいなっていうのが私たちの願いなんですね。異常を見つける前に早期発見をすると死亡率が下がるんですね。早期発見してほしいなって。国立がん研究センターの統計によりますと、日本人の女性が生涯で乳がんにかかる確率は 10.6%、 9人に1人です。2020年に乳がんが分かった人の数は30代から増え始め、40代後半は1万人を超えました。ただ厚生労働省は、乳がんが見つかっても早くに見つけて治療すれば、より高い確率で完全に治すことができると呼びかけています。実は乳がんは自分でも見つけられるがんです。今日からできるセルフチェックのポイントを聞きました。この平手でこうずっと全体にですね、こう触っていくんですけど、この上から下までですね、もう胸のなさそうなところまでずっと触ります。大事なのはね、こう触った時にね、他のところがぐっとこうへこんでいきますね。なんかしこりがあるところでここで止まるんですね。で、内側は内側から外側の方に向けて触っていきます。そうすると、あ、なんかあるぞっていうことですね。で、これを、左の胸、右の胸と繰り返して、で、しこりがないことを確認するんですけども。黒木院長は月に1回はセルフチェックすることを勧めています。もう一つ、早期発見の鍵となるのが定期的な検診です。しかし、福岡県の乳がん検診の受診率は 44.7% と全国平均を下回っています。一般的に行われている乳がん検診は、乳房を挟んで X 線撮影するマンモグラフィーと呼ばれる方法ですが、痛みや恥ずかしさなどで抵抗を感じる女性もいます。そこで今、痛くない乳がん検診として導入されているのが、こちらが無痛 MRI 撮影室です。ドゥイブスサーチと呼ばれる方法で、磁気を使ってがん細胞を探します。乳がん検診未経験の記者が体験しました。こちらでは検査着を着たまま検診を受けることができます。検査はベッドの上にうつ伏せになり、くり抜かれた2つの穴に乳房を入れて行います。ヘッドホンで音楽を聴きながらおよそ15分で終わります。検査結果は 2,3 週間後に郵送で届きます。検査終わりました。とってもあっという間でした。胸が圧迫されるようなことはなく、全く痛みはなかったです。寝たような体勢で検査を受けられるのは非常にいいですね。うつ伏せの状態でこう脇からずっと撮影していくので、脇にしこりがあったりとか、そういうのからもずっとお胸全体を見れるので。こちらはドゥイブスサーチで見つかった乳がんの画像です。がんだけが黒く映るため見つけやすく、また視覚がないのも特徴だということです。自分のメンテナンスと思って一回来てもらって、でそこで何もなければもう思う存分ね、私生活楽しんでいただいていいので、ご自分の時間を大切にしてもらえたらなと思います。大切な人にいつまでも元気でいてもらうために、家族で乳がんへの意識を高めることが大事です。
はい、VTR で紹介しました、はい、無痛 MRI 乳がん検診は現在全国70の施設で受けられます、はい、で福岡県内では VTR で紹介した春日市の福岡特集会病院とあと北九州市八幡西区にある有吉サテライトクリニックで受けられます、うん、でこちらのクリニックではふるさと納税の返礼品としてこの検診を受けられるということです。ただドゥイブスサーチは自治体からは補助が受けられず2万円前後の費用がかかります、うん、で自治体もマンモグラフィー検査を行っています、はい、福岡市では40代を対象にマンモグラフィーを行っていまして検診料は1500円です、うん、で50代以上の方は1200円で受けられます、はい、北九州市では40歳以上の女性を対象に1000円で受けられるということです、うん、そして国は40歳以上の女性は2年に1回乳がんの検診を受けることを勧めています、はい、